会場会場2017年レッドブルエアレースワールドシリーズサンディエゴでは通算12シーズン目となるレッドブルエアレースワールドシリーズのうち2017年4月15日16日にアメリカ合衆国のカリフォルニア州サンディエゴで行われた2017年シーズン第2戦について述べる。サンディエゴでの開催は通算4度目で2009年シーズン以来である。 サンディエゴ大会の様子アブダビ戦に続き、会場レースであり、2007年シーズンと2008年シーズンに、サンディエゴでのレースを経験した、レースディレクターのスティーブ・ジョーンズは、レーストラックが天候が変わりやすい太平洋岸上に、あるため、レースは、風に大きく左右されるであろうこと、トラック自体は、シンプルであるため、小さなミス一つで、レースから脱落してしまうことを特徴として述べた。 室谷義秀は本戦から期待の色をミントグリーンとスポンサーのファルケンのコーポレートカラーである青を基調とした色へ変更した。チャレンジャーカップにはダニエル・ジェネーベイト家兄ちゃんのルーキー2名が初出場する。ありがとうございます。